施術を受けて、その受けた感想とか、うん、そういうところのフィードバックとかは依頼してるって感じですね。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。フランチャイズ本部の社長として悩みはありますか？ということで、僕がフランチャイズ本部の社長歴8年目とか9年目だと思うんですけど、若林さんはもう1年目で、はい、どうですか、あの戸惑うことばかりなんじゃないかなと思いまして、先輩社長として後輩社長にこう育ってあげようかなみたいな、まあ、それもあのこれからフランチャイズ本部作りたい人もたくさん見てると思いますんで、はい、参考になるかなと思ってこういうテーマでいこうかなと思うんですけど。ありがとうございます。まず一つ目は、うん、集客のところとかですね。はい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 。本部がどれぐらいやって、うん、オーナーにはどれぐらい動いてもらって、うん、どっちの責任なのみたいな。まあそうだよね。加盟説明会をどうにかしないといけないですね。だから今振り返るとどうですか、ゼロ時の説明会っていうのは武田塾型で行くからめちゃめちゃウェーブから降ってきます任せてくださいって言ってたのか、はい、どうなるか分かんないですよってかなり言ってたのかとか、うんうん、どう説明してましたかね今振り返ると。これはちゃんと見たんですけど、うん、あの一応 SEO とかは時間がかかるっていうのは伝えてるんで。あ、そうだよね、言ってたならセーフだよね。ああのすいません、それはあのなかなかねウェブから降ってくるまではあの時間がかかって今後頑張っていきますんでと、うんうんうん、っていうふうに言ってるけど、少なくともまあ、僕も登場しちゃって武田塾型でやりますって言ったら、それはオーナーさんは期待しちゃうかもしれないね、ウェブから YouTube から降ってくるんじゃないか。だからそこはより丁寧に僕も含めてね伝えなきゃいけなかった、思ったよりウェブから降ってこなかったなっていうふうに思われてしまってるなら、はい、まあ、反省点ではありますよね。でもちゃんと伝えてるなら良かったと思うんだけど、でもオーナーさんもきっと分かってくれる問題だから、いよいよ治るも条件が整ったら一時募集になるじゃないですか、その時に、はい、あ、やっぱオーナーさんにそういうことを思われちゃうから、より強調してそこは表現しようっていう話になるし、竹村さんもそこは気をつけようって、うん、よく考えたらね、僕も武田塾をその直営でやってる間に何年も前から YouTube チャンネルがやってたわけだよね、はい、だそれとノウハウあるにしろ、プロのサイトさんとかメディアエキシードさんとかを投入してるとは言っても、まあ時間かかりますよね。そうですね。あともう一つは、うん、その集客も別業態の今回オーナーさんにたくさん入っていただいてるんで、はいはい、じゃあ何人が適正なのかみたいな、僕からしたらいえそれだけ集客できてたら普通にいい方ですよって思うんですけど、なるほどね、少ないんじゃないみたいな。なるほどね。だってね、ほぼほぼ全店今黒字なわけでしょ。6分の3ぐらいなんで、3ぐらいなのかけど、3もまあそれなりに目処はついてるでしょ。まあそうですね、悪くはないと思うんだけど、それもなんか期待値だよね。だからめちゃめちゃすごいんじゃないかと思ってもらっちゃってるとそうなっちゃうよね、うん、もっと集まると思ったとかいうのがあるってことね。とウェブから広告費かけずに来ると思ったっていうことですね。あ、なるほどね。やっぱチラシとかホットペッパー、うん、最初はもちろん今かけてもらってるんでっていう。なるほどね。話と違うじゃないかとか言って、もう全然なんかめちゃくちゃ文句言ってくるオーナーさんとかいないでしょ。いや皆さんもちろんポジティブですね。そうだよね、はい、だからそれはもう全てゼロ時ということが解決してくれてる気がするよね。それを思ったより来なかったとか想像と違ったってことはあるよねっていうのは、ゼロ時という言葉、実験だという言葉に全て含まれてる気がするんで、うん、オーナーさんいい人たちなんで理解してくれると思うし、そういう人で大丈夫だっていう人たちを竹村さんと僕とね、若林さんでなんか最後オーナー面談で選抜したような気がしますよね。そうですね、じゃあ大丈夫だと思います。他には何かありますか。あとは、まあ、この業界ならではかもしれないですけど、うん、やっぱ教育ですね、スタッフ教育。ほうほうほう。これを本部から、まあ、僕は資格者なんで直接するのか、うん、オーナーさんができるように伝えるのか、うん、みたいな、その教育はどうしていったらいいんですかみたいなところですね。なるほどね。まあ、理想はやっぱり僕はオーナーさんが教育するっていうのがベースというか、なるほど。武田塾は直です、オーナーさん介してません。本部の職員がもっとこうしてくださいね、ああしてくださいねって言って教室長に言ってますよ。だけどそれを伝えてる場面にオーナーさんもグループに入ってるっていうようなイメージ。それは SV ではないけど、それにちょっと近い教育係みたいな感じですか。まあ SV ってほどでもないけど、なんか悩みとかが校舎長から来たら、そのグループとかで、あのもっとこうしてくださいねっていう風に、校舎長が悩みがあります、それをオーナーさんに相談して、オーナーさんが本部に相談するとかして、はい、それで本部がオーナーに連れて教室長に下ろすんじゃなくて、はい、もうグループになってて、校舎長が悩み書きます、それで本部が答えます、オーナーさん見てますみたいな、そんな感じよ。あ、
なるほど。どう？その辺は今できてなくて、うん、具体的ななんかサービス内容とかオーナーさん言われても困るんじゃないの？いやまあそれはあるんですけど、うん、施術を受けてその受けた感想とか、うん、そういうところのフィードバックとかは依頼してるって感じですね。まあけどそれもねオーナーさんがやってもらってもすごくいいと思うんだけど本部でもいいんじゃない？あ、それは本部でもいいですか？わかんないけど。あ、なるほど。なんかオーナーさんがどんどん覚えてってほしいけどオーナーさんを通して伝えるよりは直で伝えてそのやり取りを見ててもらうとかでいいんじゃないかな。あ、うん、そういうことですね。それは直接伝えることが多いの？それともメッセージグループで伝えることが多いの？どっちが多いの？ズームとメッセージ半々ぐらいですね。あ、そうなんだ。だけどズームはね録画しておいてもいいかもしれないし、あとはオーナーさんも同席してもらってもいいし、でもオーナーさんとしてはそんな自分に伝えて通されるよりも直でどんどん伝えてもらった方が楽なんじゃないかな。いやでもまあそうだなとも思いますね、うん、はいはいはい、はい、でもオーナーさんからも近い感じの回答が返ってくるんで。そうだよね、もう楽な方がいいよね。だけどそうすればそうするほど本部が大変になるんだよね。だから結構だから直営感覚みたいな感じはあるんですよね、うんうん、そうだよね。だから徳田塾もね教室長の悩みを本部職員は答えるけど、けど直営って感じは全くしないんだよね。いやだからナオルさんはちょっとめちゃめちゃ手間暇かかってる感じがするってことなんだよね。そうですね、まあ、それは自分のちょっと考え方がずれてるかもしれないんですけど、うん、でもそうですね。おかげでね自分も新宿院はね手離れが非常に良くて、はい、すげえ楽なんだけど、はい、まあ、けどその分本部が大変だってことだよね。だから武田塾型とはちょっと違うよね。だから武田塾よりもよっぽど手厚いところが実は存在してて、もし武田塾加盟したらうわっ治るの方がよっぽどいいわって思うオーナーさんもいるっていうことは一応お伝えしておきます。ありがとうございます。めっちゃ楽だけどね。採用とかも今全部こっちでやっても無料でというか、無料って言ったらおかしいですけど、ね、だって武田塾だったらこっちが紹介して一人採用したら60万だよ。うん、ナオルでは60万円かかってないんですよみたいなね、そういう話とか、はい、採用面接も最後の最後ね、この人でいいですかっていうのは本部の職員とかね同席してチェックするけど、その人を見つけるまでは基本的にオーナーさんの仕事だからね。ナオルはナオルのなんかフランチャイズの色が出始めてるかなと。基本的にはねオーナーさんも理解ある方が多いし前向きにやっていただいてるし問題ないような気するけどね。そうですね、連絡もすごい早く返してもらいますし、うん、対応は全部すごい的確に返していただけるので、まあね、確かにね、どうなるかわからないこのゼロ時にかけてくれた皆さんなんで、はい、そんなねクレームにつながるとかめちゃくちゃ文句言われるとかはねないと思います。一件もないさ、ナオルっていうフランチャイズをさ、みんなさこの地域に広げたいって言ってみんな1000万ずつぐらい投資してくれたんだからね。本当そうですね、うん、だから何かあったとしても僕は基本的にフランチャイズのオーナーさんには感謝の気持ちがいっぱいですね。僕は何かあったとしてもだからいろんな意見を言われたとしても、はい、それは意見を言う権利あるよなって思います。いや、そう、ね、本当そう思います。だってリスクを負ってやってくれてるんだからね。だからそれを真摯に受け止めてどんどん改善していきたいですね。はい、ヘロ大した悩みはなくてよかったし全然大丈夫だと思います。本当ですか。はい。